第40航空突撃連隊、ビリー・ゼンガーはドイツ民主共和国の国家人民軍地上軍が有した高架量兵部隊である。1960年から1982年までは流言島プローラに、1982年から1990年まではポツダムのレーニン演習場に駐屯した。連隊に関されているビリー・ゼンガーの称号はパルチザンとして戦った。 共産党員の中から取られている。第40航空突撃連隊は単なる空挺部隊というよりは様々な任務に適応し得る特殊部隊の一つとみなされており、ワルシャワ条約機構軍による攻撃的戦略の一環を担っていた。また第40航空突撃連隊は国家人民軍における唯一の空挺部隊であったが、ドイツ民主共和国の公的軍事機関の中には、 他にもいくつかの空挺能力を有する部隊が存在した。例えば国家保安省フェリックス・ジェルジンスキー衛兵連隊に所属した一部の偵察部隊などがそれに当たる。第40航空突撃連隊の任務はワルシャワ条約機構各国軍の空挺部隊のそれに習ったものである。すなわち敵航法に降下してサボタージュ活動を行い補給の遅延や 士気の低下をもたらし敵の進行を足止めすることを主要な作戦方針。またその中でも特に重視されたのが敵が有する各兵器等の大量破壊兵器を確保、破壊することであった。彼らの活動は大きく3種類に分けることができる。偵察に分類される活動では敵地に潜入して敵の軍事活動を監視し情報収集を図る。具体的には次のような活動が含まれる。 コマンド活動に分類される活動では、敵に対する奇襲攻撃、ゲリラ攻撃を遂行する。また、以後の敵守備戦力による反抗のリスクなどを考慮し、攻撃に際しても痕跡は残さぬように心がけ、可能であれば、正体の露呈を避けることとされていた。コマンド活動の遂行にあたっては最悪の事態を想定した上で、痕跡の偽装及び隊員の機関は、 前提条件とされていた。活動に際しては次のような要因が特に警戒、重要視された、さらに第40航空突撃連隊は次のような特殊作戦にも従事するものとされた。1960年初頭、最初の高加量兵部隊である高加量兵大隊は、ソ連式軍事ドクトリンのもとで編成され、その後も何度かの再編成と解明を繰り返した。 1980年代半ばからは連帯規模に拡大されたが、設立当初より採用されていた勝負隊編成を重視する活動隊戦術などのドクトリンは引き続き維持された。中世戦争を行う高下両兵当初は、地上軍の標準的な系譜表大隊と同様の編成をとっており、中隊などの下級編成が含まれた。その後、 他国の空挺部隊編成からの影響を受けつつ、徐々に小規模戦闘団による戦闘を意識した編成に移っていき、5人から12人の小隊編成が行われるようになる。これは国家人民軍が採用していた活動体戦術の概念に従った編成である。この概念においては活動体と呼ばれる複数の 小規模戦闘団同士が共同することで任務を達成するものとされており、必要とされる場合に高加量兵として空挺作戦を遂行し得ることが求められた。ヘリコプターや輸送機が不足していたこともあり、国家人民軍における活動対戦術は長らく限定的にしか実現されず、高加量兵大隊は空挺作戦以外にも様々な任務に従事する。 特殊部隊として運用された。そのため、訓練において特に重要視されていたのが、体力練成や、白兵戦、そして様々な銃器の射撃訓練である。無線士や狙撃手、水中工作員など特殊兵科要員の育成も行われた。降下訓練は1年あたり10回から15回行われた。多くの隊員は、無線技師、葉っぱ工作員、山岳兵、 スキー兵などの資格を有していた。これらの能力が維持されているかどうか、半年ごとに地上軍司令部による評価を受けることが定められていた。空挺部隊としての能力を向上させるべく、隊員には通常の地上軍訓練課程に加えて複数の専門課程が義務付けられていた。少なくとも3年以内に一つの課程を終了することとされており、 大抵の隊員は二つないし三つを終了した。ソ連式航空突撃戦術を取り入れた後も、行動隊戦術の思想は一部に残されていた。また新戦術の導入に従い航空輸送戦力も増強され、高架量兵大隊はいずれの戦術の下でも任務にも従事することが可能となったのである。1972年、高架量兵大隊は、 第5軍管区に配置されたが、すぐに地上軍司令部直属戦力となっている。この際に第40航空突撃連隊と解明された。またコードネームはハンダであった。空挺部隊の訓練施設として、マクデブルク近郊に設置された第40高架量兵訓練所も、部隊と共に何度か名称が変更されている。訓練施設のコードネームはフキタンポポであった。 国家人民軍の空挺部隊では、全機関を通じて、軽量な火器が求められており、様々な火器の調達を行っている。また制服は、他の地上軍部隊と、多少異なっていた。当初、空挺部隊の標準火器は 7.62X39mm 弾を使用する NPKMS-72 突撃銃であった。これは、 ソ連製アクムズ突撃銃に改良を加えた上で、国産化したもので、60年代前半に導入された。1985年からは 5.245X39mm 弾を使用するピアックスマイナス74ノルマル突撃銃に更新され、これに合わせて 7.62EX39mm 弾を使用する。 RPK 機関銃は 5.45X39mm 弾を使用する K-500 機関銃に更新された。1個高架量兵小隊には2つの対戦車弾と1つの機関銃が配備されていた。また、K、K-1 や RGD-5 などの手流弾やコンバットナイフなどの探検も各兵員が装備した。それ以外にも他のワルシャワ条約機構各国軍と同様。 マカルフ拳銃などのソ連製兵器が多く配備された。またドラグノフ狙撃銃などが特別任務のために配備されることもあった。1985年以降、ピアクスマイナス 74N に狙撃用照準機を取り付けたものが使用された例も知られる。第5自動車化狙撃兵大隊や第5降下量兵大隊と呼ばれていた、編成当初や1986年の 再編以降は重視演火機の配備が行われていた。ここには、M-43 迫撃砲や、RG-82 無反動砲、RG-107 無反動砲、メティス対戦車誘導弾や、ファゴット対戦車誘導弾などが含まれる。無反動砲では、成形作薬弾や榴弾などが使用されていたほか、SPG-9D 対戦車無反動砲なども、 少数保有していた。これらの一部は、ユス -469 などの車両に搭載された。その他、携帯対空誘導弾のストレラ2が、防空装備として使用され、任務によっては、TNT やセムテックスなどの爆発物も、各種新艦と共に使用された。車両類は、他の地上軍部隊と同様のものが配備されていた。一方、 航空輸送力の慢性的な不足は国家人民軍編成時からの問題だったが、それでも第40航空突撃連隊での運用を見越して航空軍には可能な限りの供給が行われていた。主にソ連製のイルマイナス14、アンマイナス8、アンマイナス12、アンマイナス26、アンマイナス2などの輸送機やミマイナス4及びミマイナス8のような 輸送ヘリコプターが使用されていた。また、高架量兵150名を搭載しうる案 -22 は、国家人民軍が有した最大の輸送機であった。これに加えて、訓練ではしばしば、ドレスデンの第24輸送航空隊所属の案 -26 が使用された。第11回 SED 党大会に出席した、高架量兵ら高架量兵は、基本的に、 地上軍の制服及び戦闘服を着用していたが、青灰色の迷彩を施した野戦偵察用の戦闘服や変和グッズ、革製の鉄棒服など専用装備も支給された。1964年には高架両兵に独自の制服が制定され、落下山の襟章や大色の陛下色が与えられた。また1969年にはベレー帽が製帽として採用された。 降下量兵は5回、10回、25回、30回、35回、40回、50回、75回、100回、150回の降下時に一つずつ降下量兵気象が与えられ、その後も50回ごとに新たな気象が与えられた。1972年国防大臣命令に基づき復職規定が改定されると装備の一部が、 他の地上軍部隊と統合される。新たに制定された、ハム用戦闘服は、上着、ズボン、戦闘ベスト、レインジャケットの4つからなり、レインドロップ迷彩の通称で知られるインストリッチ、ケーン、ストリッチパターンの迷彩が施されていた。降下準備を行う降下両兵ドイツ、民主共和国における、降下両兵部隊の編成には、第二次世界大戦を生き抜いた、 旧軍の高下両兵が関与しており、対戦データ高下作戦に関する様々な戦訓が生かされた。また1952年にはスポーツ技術協会によって落下産高下に関する軍事協連が実行されている。すなわち1956年の国家人民軍設立の段階で、すでに経験を積んだ高下両兵が存在していたのである。 彼らによって編成された部隊は、創世期の国家人民軍にて、唯一の有力な偵察部隊として活動していた。1950年代後半、国家人民軍を含む、ワルシャワ条約機構各国軍は、空挺部隊の編成に着手し始めていた。これは、ソ連当局の意向によるところが大きかったが、一方で、ドイツ連邦軍が1955年に設立され、 航空部隊及び高架量兵部隊の編成に着手していたことも関係している。1960年3月1日、第五自動車加速撃兵大隊,隊が流言島プローラにて設置された。同大隊の任務は空挺部隊設置の準備を整えることであり、少なくとも高架量兵を連隊規模、すなわち300人程度まで確保することが必要とされていた。弊社には、 ナチスドイツ時代に寒気立候団が建設した巨大ホテルが流用され、多くの訓練は秘密裏に行われていた。1961年9月、イル -14 輸送機をはじめとする各種のソ連製、空艇機材一式が流言島に届く。この時点での兵力は80人で、これによって2個中隊が編成されていた。また中隊は3個小隊 正体は三個分隊で構成されていた。1962年2月15日、第5高化両兵大隊と改名される。この部隊は国家人民軍及び国防省に直属し、いずれの軍種からも独立した部隊として扱われた。同年中からワルシャワ条約機構の合同演習への参加を開始し、翌年には灰色のベレー帽など独自の制服を採用することが認められた。 なお、1969年以降、ベレーの色は赤色に改められた。1984年、部隊訪問の折に記念品を手渡すホーネッカー、議長高下両兵と握手する、ホーネッカー議長1970年代初頭まで、部隊は第5軍管区に所属した。1971年12月1日には、部隊名が第二高下両兵大隊となる。 また1972年11月8日には第40高貨両兵大隊に改名され12月1日以降は新設の地上軍司令部によって直接運用された国家人民軍地上軍において40という部隊番号は地上軍司令部付けを意味しまた部隊番号40が付された各部隊はいかなる場合においても他の下級司令部の指揮下に移らず地上軍司令部によって 直接運用されるものとされた。戦時及び特別の命令が下された場合、ワルシャワ条約機構各国軍は戦力の統合を図ることとされており、第40降下量兵大隊はベルリンを中心に展開するものとされていた。地上軍は部隊を大きく第3軍管区と第4軍管区に分けており、当初はこれら軍管区ごとに降下量兵大隊が編成される予定だった。 しかし計画上の失敗から、いずれの軍管区の要請にも対応し得る中央部隊として、司令部直属に1個の高架両兵大隊,隊だけが設けられたのである。当時の調査から2個大隊に相当する人的資源の確保は不可能とみなされていたが、1970年代には部隊の拡張が決定された。これに従って新たな訓練専門部隊の編成が行われ、 予備役兵及び貸士官の訓練が行われた。この部隊は爆破教育招待と呼ばれていたが、後に偵察招待と解明された。1978年末、ドイツ民主共和国北部は大雪害に襲われた。第40高架両兵大隊はこれを救援するべく、出動し、高架両兵らはヘリコプターとスキーを駆使して孤立した集落や農場に、 食料を及び物資を送り届けた。1980年12月以降、第40高架両兵大隊は、ベルリン・シュトラウスベルクに駐屯地を移し、国防大臣を筆頭とした、国防将校官や高級将校らの居住区の護衛の、任についた。ここに暮らしていた著名な高級将校としては、フリッツ・シュトレー・レッツ、ボルフガング・ラインホルトなどが知られる。 以前から警護を担っていた風号エイバーライン、衛兵連隊は第40高下両兵大隊と交代する形で任務を離れた。この配置転換は当時の国防大臣カール・ハインツ・ホフマン将軍によって行われた。ホフマンは党幹部の居住区であるバンドリッツ地区から離れて暮らす政治局メンバーの一人であり、自身が 個人的に信頼できる部隊によって護衛されることを望み高科良兵を呼び寄せたのだとされている。この任務を与えられた後、部隊は増員されるとともに新たに中隊編成が行われた。当時は1個高科良兵中隊を4個、高架良兵小隊によって構成していた。しかし1983年になると高科良兵たる任務と国防省交換の護衛を両立することは、 不可能と判断され、護衛任務は再び衛兵連隊に引き継がれた。ただし、その後も8週間ごとに2週間の特別警護の任務を受けて、シュトラウスベルクに派遣された。特別警護任務における1回あたりの勤務時間は48時間とされており、それ以外の時間は、シュトラウスベルク近郊に設置された施設における訓練に費やされた。1981年、 第40高科量兵大隊は、ポツダムのレーニに演習場に駐屯地を移す。この施設は、国家人民軍は有した、演習場のうち、最先端の設備を有するものであった。同演習場は、高科量兵らの要望を取り入れ、流言島よりも整備された、紫外線訓練施設やヘリポートを備えていた。ただし、弊社の完成は遅れ、部隊の移動後も1年間は、防空壕を、 臨時の兵舎として使用していた。1980年代後半、ミハイル・ゴルバチョフがソ連邦共産党書記長に就任して権力を掌握する。ゴルバチョフの提唱したペレストロイカは、ワルシャワ条約機構各国軍の軍事政策にも影響を及ぼし、ソ連軍の配置及び任務も徐々に防御重視のものに移り始めた。例えば爆撃機部隊の任務も空爆そのものより、 情報収集に重点が置かれるようになったのである。ドイツ民主共和国も、また国家人民軍の改革に着手し、この中で、高科両兵の任務も変化していく。1986年12月1日、第40航空突撃連隊に改名される。1989年秋の月曜デモでは、第40航空突撃連隊に対して、最初にして、 最後の公的な実践出動命令が発令されている。当時すでに影響力を喪失していた SED 当局にとって、高架量兵は国家人民軍の中でも特に政治的信頼性にたる部隊の一つであり、党政府及び軍の施設をデモ隊から護衛する任務を与えられたのである。デモが行われる数日前、数百名の高架量兵がライプツヒに派遣され、 人民警察及び国家保安省テロ対策部門などと合同で訓練を行っていたとされる。1989年12月、国家人民軍をはじめとするドイツ民主共和国が有するすべての軍事組織の解体が始まった。多くの将兵はこれを西側による侮辱と捉え、実際に解体が行われる前に自ら職を辞した。第40航空突撃連隊でも、 およそ半数の高架量兵が部隊を去ったが、その後も連隊の維持は続けられた。1990年1月31日、二人の元高架量兵がイーザーローンに駐屯する連邦陸軍第271高架量兵大隊にて採用される。翌月以降はより多くの元高架量兵が教官や顧問としてドイツ連邦共和国をはじめとする各国の軍。 警察組織で採用され始めた。1990年9月、最後の降下訓練が行われる。10月3日、ドイツ民主共和国が崩壊し、国家人民軍も完全に連邦軍へ統合される。訓練中だった新兵など最後まで残されていた100名の隊員は全員が連邦陸軍に残留した。これらの隊員によって東部司令部配下に、 新たな空挺部隊が編成される予定だったが、この計画は中止され、隊員らは他の陸軍部隊に分散して配属された。フェニックスフィルム AB ミニッツ7時、ホーネカーズイリートトラップ、D フォホルシャーム・ジェーガー、エンフィルム・フォーアクセル・フリードリヒ。ありがとうございます。